はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、プレミアムモルツの新しい味のやつが出てたんで、買いました。カオルプレミアムですね。限定醸造です。天然水 100% 仕込み、エールビールの爽やかな香り。エールビール、上明発酵の爽やかな香りをお楽しみください。まあ、だそうです。これは、まあ、俺コンビニで買った気がするけど、どこでも売ってんちゃうかな。ね。まあ、プレミアムモルツはね、香りが、ね、特徴的。うん。香りっていうかね。エビスに比べると味というより、コクというよりは、ね、香りでしょう。うん。ね、乾杯。うん。うん。うん。コクが全然ないですね。うん。うん。びっくりするほどコクがない。まあでも香りは、あれですけどね。うん、全然コクねえな。普通のプレミアムモルツに比べると全然コクがなくなってる。なんか味が、軽いですね。すごい。うん。香りは、こっちの方が強い、普通のやつよか。強いかなぁ。とは思うんですけど、なんか微妙。てか、ぶっちゃけた話、プレミアムモルツ大して好きじゃねえんだよな。エビス、これ同じ値段だから、エビスと同じ値段だったらさ、まあ同じ値段なんですけど、絶対エビスなんだよな。うん。軽いな。ものすごく軽い。なんかプレミアムっていう、感覚がないですね。苦味も全然ないですし。かなり甘めのビールですね。うん。全然苦くない。甘さすら感じる。うん。うん。失敗じゃないか、これ。プレミアムモルツ。これ失敗だと思うんだけど。ものすごい軽いよ、これ。プレミアムビールじゃないだろ。っていうレベル。もうちょっとドスッとくる重厚な味がいいんですけど。ね。かなりなんか、夏に飲むような、ね。なんか、うん。夏に飲むもな。何も全然苦くないですからね。大体。なんか微妙。なんか微妙だな、これな。
微妙これ。やっぱエビスですよ。同じ値段だったらね、やっぱエビスの方買いますわ、これ。あんまりよろしくない。値段的に。まあ、ね。値段的にこれは、プレミアムの味じゃないでしょ。大体。値段が、プレミアムビールの癖して、なんか、味がなんか、全然プレミアムの感覚がないですね。ちょっと。よろしくない。これはよろしくないわ。通常の多分プレモルよか弱い、まあ、まずい。まずい雰囲気だと思いますね。これは普通のビールレベルだわ、これ。失敗作だな、これな。全然美味しくない。1442かな。ご視聴ありがとうございました。